はい、こんにちは。JBS 武蔵野豊田です。今回の動画はですね、小学生の低学年、特に野球始めたばっかでバッティングをどうしていいかわからないというような、選手に向けた動画になっております。バッティングにおいてここだけは必ず押さえてほしいというようなポイントがあります。まず一つ目はですね、構えです。まず小学生でよくあるエラー動作としては、ステップをこう入れて回旋運動に入っていくという、この順序がうまく踏めない選手がとても多いです。具体的に言うと、構えてまだ足をステップしている段階から体をこう回していってしまったり、トップが作る前にもうボールが来てしまってバットを振りに行ってしまう、こういったエラー動作が非常に多いです。注意してほしいポイントは大きく2つです。まず1つは、バットはですね、このように肩に乗せてしまいます。この肩に乗せた時の注意点としては、立ってしまったり、バットの先がですね、地面に対して寝てしまうのではなくて、地面に対しておおよそ平行にしてあげる。ここを地面に平行にしてあげることによって、この後バットを振っていく時はですね、必ず前から見た時に、グッとこう振りに行った時は、この前の手ですね、こことバットというのは振り出しの時は、必ず平行になった状態から振り出していくんですけど、それを作るのにバットを肩にこのように乗せておくと非常にバットの振り出しがしやすい。そして2つ目のポイントとしては、胴体の部分を少しひねって、このようにホームベース側に胴体を見せてるのであって、少しキャッチャーの方に胴体をこのようにひねっていく。こうするだけでパッとステップすれば、もうバットがいつでも振り出しやすい状態になります。ただし、肩にバットを乗せたままバットを振るのは少し振りにくいというような小学生がいると思いますので、その場合はですね、この状態から少しだけ浮かしてもらっても大丈夫です。体をひねって、お構え。これだけでもうバットが非常に振りやすい。二つ目のポイントは、このステップです。いろんなステップの仕方があるんですけども、必ず押さえたいポイントとしては、この体の重い部分ですね。この重い部分がですね、こう足を引いた時に、例えばキャッチャーの方にこのように流れてしまったり、また足を上げた時にこのように背中の方に倒れてしまったり、よく小学生で見るのは、足がこう中に入ってくるんですけど、胴体がこっちにこう倒れてしまって、バランスがちゃんと取れてないっていう言い方をよくしたりするんですけども、こういったケースは、どんなにいい構え、どんなにいい振りをしてても大きな損をしている選手もとても多いです。その中で、なるべくですね、足をこう地面から離すのではなくて、少しこうすり足でもいいので、あまり足を地面から離さない、離す時間を減らすことによって、体の重心がこう行ったり、このように重心が後ろに反れてしまったり、無駄な動きを省くことができます。ですので、まず1個はバットを少し肩に、地面と平行にして肩に乗せてある。二つ目に、胴体を少しキャッチャーの方にひねってある。そして、足を少しすり足で、こうタイミングを取って。これだけで、非常にタイミングが取りやすくなって、自分のスイングが非常にしやすくなる準備ができる。ほぼここの準備までできれば、一気に、バッティングフォームが変わりますので、特にこの今話した二つというのは重要視してみてください。最後は3つ目のポイントになります。バットをこう振り終わった時に、小学生でやはり多いのは、こうバットをですね、こう手の力だけでバットをブンとこう振っていくような振り方、これがとても多いです。手というのは人間の体の中でも筋肉が小さいので、出力にはあまり向いていない部位ということができます。ですので、振り終わった後に後ろの手は離してしまって大丈夫です。このような形ですね。本来フォロースルーというのは、片手でこう取ろうが、両手でしっかりバッとフォロースルーを取っていこうが、ここ自体には実はあまり大きな意味合いはないです。ただし、このバットがですね、スイングプレーンといって、体の中心に対して常にこう90度の円盤の上を通っていくことにより、バットの芯とボールというのはコンタクトがしやすい。手を使ってバットを振ることにより、このスイングプレーンから大幅にバットがずれてしまって、バットとボールが芯に当たる確率が一気に減ってしまいます。大切なことは何かというと、手を離すことではなくて、
しっかりですね、この胴体部分、ここの部分がしっかりこう動くことによって、バットというのはスイングプレーンに乗りやすくなる、芯に当たりやすくなる。それを考えたときに、両手で手を使って、ぐっと手の力を使うよりも、振り終わった後に少し後ろの手をこのように離してあげると、そのスイングプレーンに比較的バットが乗りやすくなる。そうすると芯に当たる率が上がってくるので、こういったこともですね、ぜひ試してみてください。ただしこれも注意点があります。手を離した際にこのように顔も一緒に回ってしまったりすることが多かったり、また振りながらこう頭の位置が動いてしまう小学生の選手もとても多いので、なるべく顔が大きく動かないようにこういった形でバットを振った。それではですね、実際にまだ野球を始めて間もない選手にどのような変化があったかというのをちょっと実際の動画で見ていきたいと思います。このまま、今回のようにですね、まずは芯に強くボールをヒットさせるだけで自分が思っている以上の打球が打てたり、そういったところからまた新たな楽しさが出てくると思いますので、今回お伝えした3つのポイントですね、ここを押さえるだけで大きく変化してきますので、ぜひやってみてください。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタンなどよろしくお願いいたします。その他 SNS も行っておりますので概要欄より見てみてください。それでは今回は以上です。ありがとうございました。